まだ軽量化ボット入ってないよ。イエーイ。出れねえ、多分一生出れないよ君たちそこから。なに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 、あー、はいどうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。食べれましたよ。はい、やってきたで言うてね。まあ前回こんなことやっておりまして、こんな感じのワールドですよね。知らない人いないと思うけど、まあ念のため見てください。まあよかったらついでに概要欄も見てほしいっていうところでございますね。お、来たか農民、光を浴びに来たのか、光を。ということでですね、今日はとなどなどございます。やってまいりまーす、シュータイム。あ、これ裏でちょっとかまどで遊んだんだけど、すげえ気に入らない、これすげえ気に入らない、だから無視して、じゃあ言うなってね。ちょっとタイタイがアメジスト潰したってことで、ちょい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 行こうか。チェックだ、タイタイが潰しただと。まあそもそもね、もう必要のない機械だったんだけど、何がどれがどれが何が何がどれがどこがどう。ははははは、ほんとだ、なんかちょっと待って、え、なに、わ、え、わざと1個入れて動き止めたとかそういうレベル。でもすげえまたアメジースト溜まっとるで、これなんかこの辺で作業してたのかな。ここにあの草ブロックが1個入って、なんかちょっとおかしくなっただけで、そんなにそんなにって感じ。いやー、これ全部回収したらまたなんかできるよ。ちょっとじゃあ回収する、いや、まあいいか、今日はいいわ。大体大したことなかった、よかった。あ、この辺のピストンをみたいなこと、なんか今、ちょっと連絡ありましたけれども、なんかピストンがなんか潰れたとかなんです。潰したけど元戻しましたよってことかな。まあ動くでしょ、動きゃいいんだよこれ。どう見ても今見た感じ動くもんだって、これね、いいやね。もうだろ。じゃあこれ行こうと思ったんだけど、その前にね、帰宅部お三方のね宝石をまず見てほしい。見てくださいよ、この辺はもう何度も動画ね映ってますけれども、でここからね、なんかね地味にね、やっぱり埋め立てがね広がってってんですよね。ここまでは行ってなかったと思うんだよな。で、私裏で帰宅部ばっかりにやらせて、お前は一体何をしてるんだってことでご覧ください。まあまあ埋め立てております、こちらの部分ね。これをですね、今から埋め立てまして、帰宅部さんありがとうってことで、まあこの島の半分ぐらいは完成させとこうかなと思っております。収録外にね気づいたんだけど、なんかヤギがいるんだけど、何これ。てかお前なんで、どういう経緯でここにここ来たの、これ。そのシルクタッチくんじゃん、出れねえ、多分一生出れないよ君たちそこから。ブーツ履くか、まあてなことございまして、じゃあ埋め立てのターンじゃ行くか、埋め立てて、今日も帰宅部ありがとう動画だな。うん、機械潰してくれてありがとう、埋め立てしてくれてありがとう。なんか帰宅部にね私できるものがあればいいんだけどね。さあアメジスト回収して持ってっか。で私は研究の結果ですね、一番早いのはやっぱりこう2マス置き、2マス置きでこっちをダッシュしちゃうとかなりちょっと面倒なんだけど、このねこの置き方が一番いい、早いと思う。ビーコンのこの移動速度上昇がついてるから、まあ早い。ちょっとでもダッシュしちゃうと、ほらほらこうなってね、非常に置きづらくなるの。うん。ジャジャオ、あれジャジャオキっていうらしいんだけど、マクロとの相性は良くない。この1マス水になってるところに、は陸地にしていくというか、ちょうどですねそこでこっちが石の床で、こっちが土になってて、こっちが気候の場所にして、でこっちが建築の場所にしようみたいなことで言ってたと思うので、それはもうそのままやっていこうと思います。いけー、ラストか、この列ラストだ。よいしょ、できたー、十分、砂も結構余った。よし、あとは引く土と石があるかどうかだな。ね、これね、ハーフブロックでいいから、敷いていきたい。帰宅部のおかげで、いい感じに完成してきてる。
あ、石レンガハーフ引いちゃうとでも水が抜けないのか。水抜いてからやんないとダメか。スポンジ。これ、ちょっとこれ使うのなんかやだな。スポンジはない。スポンジじゃあもらおうか。メンさんの、ちょっとごめんね。もらうよ。メンさーん。これ周りのチョボね。これチョボ。チョボ。とりあえず持ってくわ。よいしょ。はい。草ブロックを持って、こっちを埋め立てましょうか。半分よりこっち側。上から飛んでみましょうか。ちょうどほら、このラインあるでしょ。このライン。このラインから、こっちは、草ブロック。で、こっちは、ね。全然名前出てきませんけど。石レンガ。にしようってのが、ルールでございます。こういうことですね。おーい。いくぜよし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 。で、終わったと見せかけたけど、こっちまだでしたからね。ここを、この、石レンガのハーフブロックで埋めていくんだけど、ハーフブロックだと、水がそのまんまになっちゃうんだよな。取ってもね。うん、水がそのまんまになっちゃうから、それはちょっと違う気がするので、うん。スポンジで水を抜いた後、並べていこうかなと思います。そっか、ここ。ここは、こうだな。で、後で、フェンスかなんかで区切るわ。で、こっちは、はい。なんとか並べようかな。できる限りやりますね。今持ってるやつでね。今手持ちの石と、ジャルさんのところから、拝借させていただきました。このシーランタンを敷いてるところでございましたが、手持ちの石がね、なくなってしまいましたので、一旦これで終わっておきます。ここもね、応用完成させていきますから。もうこれでですね、埋め立てのほとんどがもう完了しております。帰宅部のおかげで。本当にありがとう。そして、残されるは、ここと、この、部分と、あとこっち側だけです。簡単そうに見えるけど、まあまあ残ってんのかな。ここも含めると。帰宅部めちゃくちゃ埋め立ててくれてんだなっていうのははっきり、分かったし、もうちょっと時間かかるだろうなっていうのも分かる。じゃあ、もう帰宅部の締めということで、メンさんのここ行ってみたいと思います。280、150。てか、メンさんの島だろ、これ。お、あれか。ビちゃん、この下へどうぞ。え、あいつと戦えって。ビちゃん、ああやだやだ。え、なんで当たんないの。怖えんだけど。なに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 。ああ、こっち。ようこそ。おお、なるほど。弓矢をお持ちください。はい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 。いや、何、楽しそう。嘘だ、これ絶対動画一本いけただろ、これ。マジで。ドキドキアトラクション。手持ちは弓矢以外置いてってください。なるほど、なるほど。はい、ここでね、リスポーン地点設定して。マジか。タイタイ、ここに眠る。じゃじゃ、ここに眠る。勝村さん、どずる、ここに眠る。全員眠っとるやな、もうこれ。いい？は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 ？ほんとだ。動画一本にはならん。これをこうすると、なるほど。あ、絶対にこっち行くなってんだな。あ、これを打って曲がるわけか。なるほどね。わかった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 。リベンジじゃ。
何これ面白。ちょっと待ってちょっと待って。なあ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 、いけたのかこれ。違う、いけてないはずだ。これはマグマに、あ、なるほど。あ、今でも当たったよ。やぶさめる、これ当たってんじゃん。よし。はい、収録完了。イエーイ。どんどん。あ、プレゼント取らんといかんの。なんでクリアできてないのにもらっちゃダメでしょ。クリアできてないのにもらっちゃダメよ。あ、もらってんの。クリアしてないのに、一回でクリアしてないのにもらっちゃいけないのかなと思って。遊んだな。おじ、おつ、あ、おつのネザライトインゴット、マジで？すげえじゃん。ああ、収録今回ってるわ。奇跡的に今収録回ってるわ。うん。どうやらこれを見てよかったようなので見る。オツです。大原です。オズあざーす。ほな。